新型コロナなどの感染症対策を担う富士の国感染症管理センターの基本構想がまとまりました来年4月の完成を目指しています県が三島市の県総合健康センターに設置を計画している富士の国感染症管理センターは感染症の情報収集をするほかに感染が拡大した際に司令塔の役割を担い 病床確保などの権限を持ちますコロナウイルスの対策を同時並行で進めながら、今後10年先、20年先を見通して、次の感染症にきちんと混乱なく対応できるように。この施設では、業務効率化のためのプラットフォーム作りや、医療従事者や福祉施設職員向けの研修も実施するとしています。 完成は来年4月を目指しているということです。